演武開演。どうも、本日はこちら山崎のランチパックミックス4つの美味しさを食べてみたいと思います。この中に4種類入ってるってことなのかな。ソーセージ、ローストハム、卵、ツナマヨネーズ。フレーバー自体はどれ僕の定番になってます。こっちは全粒粉なのかな。まずこの中身はいただきます。感想は最後にまとめますね。今はとりあえず全粒粉パンの中身のハムとソーセージは噛み応えはあって、それなりに楽しい食感を味わうことができます。そして白いパンのツナとマヨネーズと卵もそれぞれシンプルな味わいで美味しかったのですが、だからといって特にパンチがあるというわけでもなく、かもなく不可もない味でまとまっている気がしますね。一度で4つ楽しめるという以外にはただの普通のパンかなという印象でした。もう一工夫何かあってもよかったかもしれませんね。まあ美味しくはありますけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉園。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。